人々の生活や人の流れがコロナ禍以前の状態に戻りつつある中、県内ではタクシーの運転手不足が深刻な状況になっています。今日はこの問題について永井解説委員とともにお伝えしていきます。永井さん、深刻な状況ということなんですが、県内のタクシー業界は今どういった状況なんでしょうか。コロナが5類になって以降ですね、観光地ですとか、夜の街は賑やかになってきてはいますけども、最近例えば夜の帰りが遅くなった時にタクシーがなかなか捕まらないといったような声を、よく聞くんですけども、これは全国的な傾向でして、まずはこちらの VTR からご覧ください。先週の平日午後11時ごろの静岡駅南口のタクシー乗り場です。待機場所に客待ちのタクシーは1台もいません。新幹線の到着時刻になるとタクシーの数は増えるものの、それを過ぎるとガランとした状態が続きます。一方こちらは午前0時を回った静岡市葵区の繁華街江川町通りです。以前は通りの両側に客待ちのタクシーがずらりと並んでいましたが、最近はめっきり減っています。最近タクシーってすぐ捕まります？捕まらないです。やっぱり少ないですか？少ないです。運転手さん減ってますかね？減ってますね、やっぱり減ってます。減ってるとは思います。はい、これ運転手さんが少なくなってるんですかね。それもあります、それが大きな原因だと思います。これだけ街中で閑散としてしまっていると、どうしても乗らなきゃいけないという方、かなり、大変な状況かと思うんですが、タクシーどれくらい減ってしまっているんですか。そうですね、こちらのグラフをご覧ください。これは県タクシー協会がまとめたものなんですが、コロナの感染が始まる前の2018年度、県内のタクシー運転手は6256人、これは法人個人合わせてなんですけども、6256人いたんですが、昨年度末は4960人と、20.7%、およそ1300人が離れてしまったんですね。県内の法人タクシー102社の1日あたりの車の稼働率なんですが、昨年度平均 53.6% で、車はあっても、運転手が少ないために、半分しか稼働できていないというのが実情なんです。僕もほぼ毎日静岡駅の南口からタクシーをだいたい午後1時から3時ぐらいの間に拾うんですけれども、たまに待機がゼロという時もあるんですね、これもやっぱりコロナの影響が続いているということなんでしょうか。そうですね、おっしゃる通り一時期飲食店の休業が続いて、タクシーも夜の稼働がほとんどなくなってですね、多くの運転手が歩合で稼げないとか、基本給だけでは家族を養っていけないということを理由にですね、辞めてしまったということなんですね。その後、運転手の採用活動を積極的に行っているものの、採用が追いついていないというのが現状ということなんです。静岡市内のタクシー会社を取材しました。静岡市葵区のタクシー会社、静岡光タクシーです。この会社ではコロナの感染が広がり始めた2019年12月からこれまでにおよそ40人の運転手が会社を離れました。深刻な問題だと捉えております。コロナで移動を私たちなりわいにしてきたんですけれども、移動するなと言われた時代が3年間も続いてしまったものですから、その3年間で離れてしまった働き盛りのドライバーたちが結局戻ってきておらず、でそのまま人数だけがこうどんどん減っていってしまっているというような現状です。その後、運転手の採用や定着に向けた国の補助金を活用して定期的に採用を行っているものの、85人いた運転手は現在70人、コロナ前の人数を確保できていません。当時は20代30代の運転手も働いていましたが、現在最も若い運転手は42歳、平均年齢は63歳で、
高齢化も進んでいます。認可されていた車両70台のうち10台は休止、残る60台も1日あたりの稼働率は平均 50% ということです。しかし深夜早朝のシフトを介護や通院のための送迎など日中を中心としたシフトに変える工夫の結果、運転手の収入はコロナ前よりアップしているということですが、燃料費高騰の影響などもあり、会社全体としてはコロナ前の売上には戻っていないということです。コロナが明けてからは本当にそのお客様たち の生活のスタイルも変わって、すごい昼間にシフトしているので、どの時間帯ならカバーできるかというところで、弊社の方でも昼間の時間帯のダイヤというんですかね、シフトを厚くして、で夜の時間がどうしても薄くなっているというのは実情です。取材したタクシー会社の場合ですね、1週間の中で最も忙しい時間というのは平日の午前中ということなんですね。その他タクシーの運転手という仕事は、深夜早朝のきつい仕事というイメージが先行してしまっているということも、運転手不足の理由の一つでもあるようなんです。確かにタクシーというとこう夜深夜に使うというイメージありますけれども、そうなってくると今後運転手の皆さんの労働条件をどう改善していくかというのがポイントになってきそうですね。その点につきまして静岡県タクシー協会に話を聞きました。やはりですね、それだけ魅力のある業態でないとなかなか人は来ないと思いますんで、やっぱり効果的なのはその労働条件といいますかね、例えば賃金なんかもそうですけども、ある程度ですね、の金額賃金が確保されればですね、それに魅力を感じてくる方もおありになるのかなと思いますけども、なかなかやっぱりそのいわゆるその水揚げに対して賃金を払うような体系ですと、そういったところも難しいところがあるかなというふうに思います。賃金がある程度確保されればというお話でしたけれども、この賃金につながっているのがタクシーの運賃になりますよね。国土交通省中部運輸局は県内のタクシーのサービスの維持を図るために今月運賃の改定を行うと発表しています。中部運輸局の発表によりますと、県の東部、中部、西部の26市町にわたる静岡地区では今月25日から普通車の初乗り運賃の上限が現在の 1.2 キロまで600円から660円に引き上げられます。また距離に応じた加算額の上限は現在の311メートルごとに90円から279メートルごとに90円となり、実質的な値上げです。一方伊豆地区では今月11日から普通車の初乗り運賃の上限が現在の 1.2 キロまで610円から680円に引き上げられます。また加算額の上限は現在の266メートルごとに90円から241メートルごとに90円となります。静岡県でタクシーの運賃が値上げされるのは2020年2月以来3年半ぶりで、中部運輸局は今回の運賃改定を労働条件の改善につなげてほしいと話しています。国も運転手不足の改善などを図るために、今回値上げを認可したわけですけれども、一方で、値上げによる客離れというものも懸念されますので、運転手不足の解消というのは簡単な問題ではないと思いますね。あと永井さん、最近よくライドシェアというサービスも聞くようになったんですけれども、今後普及していくんですか？ライドシェアというのはですね、一般のドライバーが自家用車を使って、お金を取って乗客を送迎するというシステムなんですが、海外では普及してますけども、日本では白タク行為として原則禁止となっているんですね。
でところがまあ最近あの菅前総理ですけども、そうした政治家の中からもですね、ライドシェアの解禁に向けた議論を求める声が上がってきていまして、まあ、注目され始めています。まあ、しかしあの事故の時の補償ですとか、それから運転手の防犯問題、それから何よりもタクシー業界へのまあ影響、まあ、こうした多くの課題が指摘されているんですね。まあ、ただ今の運転手不足という問題が、ね、長く続きますと、このライドシェア導入の議論というのが本格化してくるかもしれませんね。こういったのが始まってくると、またタクシー業態新たな局面に入ってくるかもしれませんね。ここまでタクシー運転手の不足問題についてお伝えしました。